はいさい、はいさい。今、西表島に来てます。はい、西表島といえば海海さんですね。海海さん、海海さん、こんにちは、お久しぶりです。今回も久しぶりです。今回もお願いします。よろしくお願いします。で、前回 GT 釣ってるのかな。ちょっとちょっとね、誰が釣ったっけ。俺が一応釣ってるんですけど、ね、今回もちょっとまあ GT 狙いつつ、はい、あとなんかね、マングローブジャックル10キロサイズがいるっていうことなんで、まあ、それも狙いつつですね。はい、なんか釣りたいのある？俺はもう年間通してなんですけど GT 釣りたい。 GT 最近バラしたんですよ、ジャイアントライバリー。まあ楽しみだね。でも自称一番弟子の海海さんがいるからね。そうだね、舞台先生自称って言われてるのに。じゃあ準備しますか。準備しますか。はい、僕ら何をするんですか。打ち込みからもうちょっと時間がね、3時過ぎてて、そうだね、飛行機とかいろいろあって、うん、はい、じゃあもう早速じゃあ準備しますか。はい、はい、準備しましょう。はい、はい、まずはポイントですね。そうですね、でポイントってすごい大事なんですよ。はい、なのでここはもう平等にじゃんけん。はい、最初はグー、じゃんけんポン、シャー。いや、パンパンやらないでよ、俺釣ってるから。俺、GT だったらこの辺がいいって聞いたんですよね。この辺、あ、さっき行っちゃう。ここ、はい、俺こっちだよ。じゃあ俺ここで、最初はグー、じゃんけん、はい、ここですよ、ここ。一番遠いところになりました。やったけ、こっちですね、うん、ガードレールの先にある、うん、そうっすね、こっちで狙います。僕はで、僕、でっかいの釣ったことないですよ。はい、僕、ガードレールあるから、うん、こう太ももから当ててからできるから。あ、いやいや、踏ん張れるってこと。安全、安全、うん、踏ん張れる。確かに有利で、ここむしろガードレールに差を当ててできる可能性。うん、これ人間有利とあるってこと。こっち、これでも引っ張れます。押してくれてありがとう。で、モリーは向こう。じゃ、行くか。魚、魚有利。ちょっとなんか1時間半かかる場所って。一回車の中に乗ってくる。もう今の大丈夫、こっちも人有利。踏ん張り来たんですよ、これ。びちょびちょで、ここも人有利。鉄板入ってる。人有利。じゃ、森はこっちね。じゃあ、はい、さあね、これじゃんけんで決めてるから。もう こっちで休もう。俺じゃこっちで見とくわ。で、次道具じゃんけん。これで2つ目。全部4本ね。4本。ちなみに一番高いのが、あ、お気がつしてる。俺分かるぞ。一番高いのこれ。でガーラかかったら間違いねえってやつはこっちから。いや、どれでも竿はいいかも。確かにどれも強い。竿どれでもいいや。じゃんけんで決めますか。じゃんけんでしょ。最初はグー、じゃんけんグー。シャー、お気づめ。すごいな。取られた。お気づめが良かったんや。何でもいいって。何でもいいって言って。最初はグー、じゃんけん、ほい、ちょ、ちょ、ちょ。よっしゃ。最初はグー、じゃんけん、もうどれでもいいわ。あ、いくぞ、しょ、しょ、ここまで来た。しょ、あ、俺が、これでいこう。車の、台湾のじゃ一番高い。じゃあ一緒だから、さあどっちでも。2万番ハンドルがない。じゃあハンドルなしも。ハンドキャップだな、こと。あるよ、ハンドル。いった全部入れてる。どれでも僕も。つらくよ。あ、入れるわ、どれでもいいかも。どれでも、どれでもいいように持ってきたわけよ。いや、違うわけよ、ママ。やっぱありますよね。やっぱあるんだ。あるよ。あ、決まってんだ。うん、じゃんけんで勝ってから言おうな。うん。無理よ。最初はグッ、じゃんけんほい。しゃしゃじゃんけんほい。しゃ最初はグッ、じゃんけんほい。あいこでしょ。え、2万番がいいんじゃない ?2 万じゃん。まあ2万。はい。数字が高い方がいいんじゃん。はははは、なんだ。いいよ、いいよ、いいよ。2万使っていいよ。おい、じゃあ1万。本当に、いいよ、やらんでよ。好きなのでいいよ。一応これ、これリーダー組まれてないから難儀だなと思った。あ、いや、本当だ。これでいいや。俺と寄ったけさんはもう一緒だから、謙虚くなるから。俺で早速、はい、受け付けますか。よっしゃ、寄ったけマックス何キロなんすかな。やっぱりカツオじゃない、カツオくらいかな。カツオ入れ表タワマンつってなかった。タワマンつってたな。あれはカヤックだよ。あ、カヤックか。もうなんか、ゆたけさん、ハイサイメンは一番釣り覚えるといいやん。あ、確かに釣り合ってる人多くなったから。頑張る。俺たち最初釣り知らんくて、負けさとかも水飲んでやったからな。コラでやったからな、コラ前やった。まあ警察官で
マケンさんせっかく買ったから、あそこ狙って、俺が投げた場所、俺が投げた場所、あれどこだ、俺のところ、ところあっちね。なんでよ。これ一回鳴らさんといけんじゃないか、一回鳴らそう。もういいでしょ、刺さって花坂じいさんだった今。花坂じいさんだった。それ面白いな。説明書書いてないの。読まなかった。読まなかった。朗報ですね、海中の方がこちら、イノシシの金玉みたいですね。新鮮だろ。新鮮っすね。で、金玉は餌としていいのかって思うじゃないですか。マングローブジャックの研究が金玉なんですよ、餌。へぇ、ほんとだ、やばっ。贅沢だね、この餌。めっちゃ臭い。臭っ。めっちゃ臭い。めっちゃ臭い。ガッツリかけちゃって。ちょ、かけていいですか。はい。うわ、ごめん、本当に。ヒヤッとします。オス同士で、ごめん。ヒヤッとします。金玉ヒヤッとするね、これ。見てたら。痛そう、痛そう、痛そう。自分の考え作りやってくださいよ。たまに。やばい。あ、すごい。一回取った、すごい。一回取った。一回取った瞬間、やばいな。行くぜ。高さ OK。 ショートフライ。ショートフライ。まだまだいけるか。距離的にはショートフライだったね。じゃあ俺が投げてこようかな。あ、結構飛んだ。はい、バンバンも仕掛け完了しました。餌はこちら、市販のタコ。あ、タコなんだ。このタコキャン玉じゃないんだね。本当はキャン玉使いたいんですけど、なんか俺が使ったら、ね、なんかちょっとってことで、はい、投げるときには絶対言わないといけない言葉があるんで、それ言って投げます。よいしょ。打ってー。オッケー。はい、これででかい魚釣るのを待ちたいと思います。了解です。今ですね、はい、子供たちが来てて、はい、これよかったら使ってくださいって。見て、イノシシの鼻、これ、これ豚の頭、イノシシの頭なんだ。頭、内臓とか。内臓とか。これ、これ餌なるんすか、これ。あ、何でも食べますよ。へー、すごい。島の人たちはみんなイノシシ使って打ち込みするんだ。そんなことない。そんなことない。なんで、なに。マケさんはちょっと、あー、ありがとうございます。ありがとうございます。大事に使います。本当に餌使ってるやって泣きそうだな。怖がった後に釣れないのに。あいつらやっとある。あ、いいよ。写真撮ろうか。一人なんだ。まさかの。臭い。あ、撮ったけど。お、ピッチャー餌は？カンタマ。うわ、いい。あれみたいになってる。いいえ、刺さ、刺さりが硬いな、これ。ガード硬い。ガード硬い。行った行った行った。マジで湯虫みたい。湯虫っぽいね。これでいくか。うん、カチカチの湯虫。おもり2個漬けね。お、2個漬け。みんなが投げて、うん、潮が早いって言うから。あー、なるほど。なるほど、後で投げたら勉強するのか。金玉。金玉。金玉仕掛けた。金、さらに。でもこれあれでしょ、たまたまでしょ。軽くですね。たまたまだけに。たまたま。優しくないけど、俺は。はい。オッケー。さあ、こっち結構深いっすよ。だからな。あ、ありがとうございます。コーヒー大好きです。いつも見てます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。リスナーさんからホットコーヒーもらいました。みんなの分。いただきます。いただきます。ババどうした？え？お腹空いたなと思って。っていう話じゃなく、うん、なんかモーリーさんの竿が当たってるらしいです。本当かなと思って。当たってるの？アラスカ。食ってはないと思うんだけど。餌は何？イカです。イカ。ほらほらほら。
ん？見てみようか。ウツボっぽいね。ちょっと先調子そうね。なんか小さいのがいっぱい群れでつついてるとか。ああ。これこれ曲げる？あれだろ、一歳になってたの。スイミーですか？スイミー。うん、ファインディングにもでもみたいな。で、ちっちゃいシラスベイト。あ、すごい。あ、本当だ。小魚。マコ。あ、え？あ、なんか埋められてる。下に。レジスタントとかに。ナブラ。ほんとだほんとだ、逃げて逃げてる、めっちゃ逃げてる。え、向こう側、あっちあたり来るんじゃない？見てみ、綺麗だな。うん、綺麗だな。かじられてる、かじられ、あ、こっちら辺かじられてる感じする。あ、やっぱつついてんだね。うん、つついてはいるんだ。ほら、よったけさんの竿に当たりがありました。ちなみによったけさん、はい、餌は何ですか今？ちょっと今暗いんですけど。キャンタマです。キャンタマ、あら、タコでもなくキャンタマ。おら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 、マジか。どうします、どうします。キャンタマ触ってる。あ、これセクハラ始まった。アダルティーだね。そうですね、ボディタッチ開始ですね。バレちゃった。いや、まだわからん。いやらし、いやらし。あ、なんか触れてるよ、触れてるよ。なんか、触れてるね。まさかの一発目のあたりがキャンタマっていうのがちょっと悔しいな。ちょっといやらしいですけど。俺も金玉仕掛けたけどな。さあ、この最後ぶち曲がれば当たりです。いいね、カッサ上がってきたよ。楽しくなってきましたね。でも毛利の一番遠いからな、ダッシュしてる。はい、じゃあもうちょい待ちますか。今ですね。なんかですね。はい。もうそろそろ沖縄本島に戻ろうかなと思ったら。早くない？初日だよ。マジで今さっき来たばっか。こちら、リスナーさんがこれ、撮影ですね、これ。ありがとうございます。改善になりますね、これで。ありがとうね。こちらなんて帰れないよね、これ。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。たくさん飲み物からお菓子まで。いただきます。いただきます。ありがとうね。ありがとうございます。兄弟？3人兄弟？あとお姉ちゃんが1人。あ、お姉ちゃんもいる。そうなんだ。寒いね。あれ？やってください。はい、はい、はい、頑張ります。バンバンは多分カルテスだろうな。いただきます、俺カルテス。今ですね、キッチャンの方ね、キンタマに当たりまくり。ちょっと見えないんだけど、今光当てられないからね。久しぶりに当たってない。うん、こんなキンタマ当たる普通？はん？俺もキンタマだわけよ。うん、俺もキンタマだけよ。色持ってなんか珍しいね。だからね、獅子を餌にするって。しかも俺と今モーリーさんタコ投げてるんだけど、うん、当たりなし。当たりなし、一回もないわけ。俺とヨタケだけある。キンタマ投げてるだけ。うん、ここでヒロシさんが到着しましたね。伊賀表島といえばヒロシさんですからね。そうですね。ちょこちょこね、当たりあるんだけど、やっぱ金玉ゲーっすね。基本ね、そこしか当たりないんですよ。時代は金玉ゲーってやってるんで、イルモテは。結構ここ来るたびに、うん、金玉を餌にするんですよ。なんかそういう文化があるのかわからないんですけど、多いんすかね。いや、多いっすか。まあ、結構使う。結構使う。何でも餌にして、何が使えるか。すごいね、いろんな島によって餌が違うっていうのが、うん、で、実際に本当に当たりあるからね。ね。で、バンバンとモリは今何をするんですか？ちょっと、若すみが、イカやろって。うん。イカゲーム。流行ってるからだ。一応。イカゲームね。イカ狙いね。イカ狙い。で、イカは餌にもなるからね。はい。ちっちゃい、なんかイカスミとかがポツポツあったんで、狙いながら、泳がせてみようかなと思って、イカ泳がせ。やったことないな。やりたいっすよ。その時は言われるらしいけど、釣れた瞬間ちょっと泳がしたいと思います。おー、で、バンバンがイカを狙うということだね。で、モーリーもイカ狙い。今日はちょっと小さいドアで投げてもらう。あ、何か釣れないかなって。なんかさっき、ダツみたいのが飛んでたから。あ、ダツ餌いいね。うん、ダツ釣れないかなと思って。ダツ餌いいよ。うん、はい、さっきちょっと暇だったから打ち込み当たらない。ちょっと散歩したんですよ。うんうん、そしたら見てください、いかにも2キロオーバーだろっていうようなイカスミがあるんですよ、ほら。うん、めちゃくちゃ新しいんですよね、これ。これでかいね。なので、外でかい。こちらのエギを使って、うん、くぶしみだったりアオリイカ狙いたいと思います。うん、いきます。うい、1投目。
タオテあと出すタオテいろもて坊主のままで終わる可能性あるな寂しいっすよね金玉投げたぐらいしか取れたかないちょっと寂しいっすけどけど奇跡を起こさないといけないっすねそれそれまあ、携帯の機種は何英雄えそれで、ね、それ大丈夫英雄はい、うん、ソフトバンク使ったわけじゃないですけど球団は一番どこ応援してんの日本ハムです全部違うけど大丈夫かああはいはいはいまた来た、はいはいカメラ回すからね、止まる、ね、止まるんだよな。ほら、また止まった。行くぜ。さあさあさあ。あ、根に入られてんのかも、すでに。あ、抜けた。お、お、どんな？軽いな。軽い。あ、蹴ってる、なんか。ちっこくなってる。かじられてますね。めっちゃ探られてるよ。しゃぶる、相当減ってる、はい、ママ何してるんですかなんか当たりなかったし、うん、ずっと金玉で当たり行ってるって言うんですよ、うん、なので、うん、顔顔じゃなくてもう頭だ頭だ頭だね子供たちが餌にいいよって言ってですか、うんうんうん、こいつ今から投げたよ本当にイノシシ餌にするんだね、うん、一応これサメは食ってきそうでっかいのは食うはずな、うんサメかエイだなこれはサメかエイワンちゃん GT30 キロサイズは食ってくるかもしれない、うん、これ垂らしてくるんじゃないこれも投げれんでしょこれかかったらでかいザバンもあんの多分サメが食ってくると思ううんしかも3メータークラス音音石血があったからうんサメ寄ってくるはずなうん、寄ってきそう匂いが強いからかな餌向いてんのかなかもしれないね来るって言ってるよねうんいやあの餌俺初めて見ただからさ面白いっすよね面白い、うん、釣れたってえでかいでかいかでかいでかい誰釣りましたあいや一応釣りめっちゃ釣ってるかでかいおいよいよヒルシさんがナイスーヒルシさんが釣ったおーいおぉいいサイズおでかはい、泳がせいいっすかやっていいっすかいいでしょちょっとバンバン餌つけて餌ちょっとイノシシ変えていいっすか針結んでからイノシシの邪魔後からやるかじゃあそうだなうわでかいねめっちゃでかいあげれますあれ死にまくってるそこ何してるんですか西表初の夜の胴突きです、はい、お最近こうちゃんがよく年生とか一緒に行った時に胴突きやってて、うんうん、結構いろんな種類の魚釣り寄ったんですよ、うん、あの打ち込みでベストのああなるほどなので今釣って、うん揚げに向かってる時にそれに差し替えれば、うんはいはい、絶対でかいの当たると思うんですよ確かに餌ねいっぱい取っとかんとねそうですね明日のためにも、うん、なので今から餌釣りをしますお願いします釣るから応援してくれよな画面越しの皆さん、うん、当たりない当たりないダメだった次ダメでした、うん、結構ねあれラス1だった西本のラス1ちょっと待ってお釣れた釣れたったよお当たれたバンバンヒットやった西表初1匹目西表初フィッシュはこちらはおいエサでは持ってこいよ山飛び最高です最高イエーイまるまるエサにしたほうがいいこれちょっとバケツに溜めてうんあーオッケーオッケーオッケーエサにしたいと思う1ミリでかかってるうんごめん鼻フックオッケーオッケーこれで投げようこれで投げようやわる前にこれ待ってきたってや変な投げ方するからでしょ走ってタラス釣りだったよ助走つけてタラス釣りだったよ
釣れた。お、釣れた。バンバンヒット。交換したらええさん。もし一緒だったら。あ、交換した方がいい。上等。あ、いいやつ、もっと。これすぐつけた方がいいかも。すぐつけた方がいい、すぐつけた方がいい。しかも針も外しやすい。そうそう。あ、暴れてる暴れてる。オッケーオッケーオッケー。そこ投げボンバーした方がいい。よっしゃ、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。雨がやばい。オッケー。オッケー。ナイス。はい、よっしゃ。じゃあ当たりを待ちます。はい、待ってると思います。はい、シュルです。お疲れ様です。ちょっと今潮止まりで、ちょっと魚が釣れない潮なんで、はいはい。一旦もう回収して、また明日朝。朝。ちょっと頑張りましょう。はい。ということで、撤収。撤収。お片付け。はい、ここで秘宝アンドローホースね。はい、聞くぜ。お願いします。おおお、拾った今。痛い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 